鹿児島空港南バスストップとは、鹿児島県霧島市溝部町六の九州自動車道場にあるバス停留場である。文字通り、鹿児島空港から至近の場所にあり、鹿児島空港とのアクセスを考慮した位置に設けられている。鹿児島市内発着の高速バス路線が停車するが、鹿児島市内方面への利用はできず、鹿児島市内とのアクセスは考慮されていない。なお、 一部の高速バスはそのまま、鹿児島空港ターミナル前まで乗り入れる路線もある。停車する全路線が、上り線側方面のみ、乗車可能で、下り線側からは降車のみ可能。かつては、名古屋行き、近郊湾号、京都行き、南州号、北九州行き、早戸号、神戸、尼崎行き、トワイライト、神戸号、大阪行き、薩摩号、大部行き。 トロピカル号、広島行き、鹿児島ドリーム、広島号、宮崎行き、浜遊号などが停車していたが、いずれも路線が廃止されている。また、福岡行き、桜島号の夜行便も停車していたが、こちらも廃止されており、現在夜行便の発着はない。また、鹿児島と熊本を結ぶ、霧島号も2004年3月の休止前は、 到底留所に停車していたが、2008年10月の運行再開後は、到底留所は通過し、直接、鹿児島空港に乗り入れている。ありがとうございます。